どうも中間です。どうもようです。はい、中間です。はい、大会見ましたね。はい、大会見ました。まあ、もう一個コラボ動画載ってるんですけどね。そうですね。もしちょっとわかんないですけど、概要欄とか。どういうふうになるか。どういうふうになるちょっとまだわかんないかわかんないですけど。とりあえず概要欄。とりあえず概要欄。雑だな。とりあえず概要欄。もう一つ動画が撮ってる。もう一つ撮ってるんで今ね。はい。これ懐かしくないですか、ここ。ここ懐かしいんですよ、ここね。そうね。その時は工事がうるさかったからな。すごかったですもんね。カタ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 。全然出ましたもんね。ブローチの大会もなんですよ、ここ。あ、そこ行ったわ。ブローチのね、近くなんですよね。そう。で、今日はね、何をするかっていうと、はい、あれっすよね。そうっす、あれっすよ。あの、企画かっていうと、よくない奇跡がもう1年ぐらい止まってないんですよ。それは病気。病気ですよ。あの、あれっすよね。プレゼント。プレゼントね。プレゼント企画のプレゼントを買いに行こう動画ですね。はい。はい、そう買い物動画ですよね。買い物動画。これは買い物動画でもあり、プレゼント企画の動画でもあるっていう。何をプレゼントするかもね、これで決まるとしてね。そうそう。だから考えてね、決まってないですもんね。決まってない。全く決まってない。だからこれからちょっといろいろ店見ていって、買い物できるものを買いに行こうという感じのところになります。うん、はい。ブローチとかも見てね。そう、ブローチもね。そう。あの、店内撮れるとこ限られちゃうと思うんですよね。そう。せっかくだから。せっかくだからね。でも撮れるとこは撮っていって。うんうん、何が欲しいんですかね、皆さん、ね。何がいいんだろう。小物ですよね。まあ、小物がね、使いやすいからいいかなって思いますけどね。小物かなって感じしますよね。うん、うん。じゃあ、ちょっと見ていきましょうか。行きましょう。ちょっと歩いていきましょう。行きましょう。ブローチの大会山のねブローチの中入ってきました。久しぶりですよね、レオさんはね。だいぶ久しぶりです。ブロも割と久しぶりなんですよ、なんか。小物ってあるのかな。レディースがあるんですけど。はいはいはい。なんか男性も女性でも使えるのがいいですかね。そうですよね。あんまり性別関係なく。そう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 。使える方が。あ、エルメスの彼とかいいですけどね。はいはいはい。サンローランのバッグとかありますよ。え？レディースの方喜ぶやつなんですか、これ。お、ちょっと高くない？そうですかね、ちょっと寄ってみた。月収の、ちょっと確かに高いですね。これちょっと高いですね。高いですよね。メンズの方は困っちゃうからね、ちょっとね。やめよ、やめよ。じゃあちょっと、こっちが一応メンズのあれがあるかな。メンズの見たいっすね。あ、ネオンサインとカイコのキャスケットとか。キャスケット。なるほどね、帽子とかもいいですね。帽子確かに、うん、みんな何か欲しいのありました。確かにね、なんかバッテリーって良くないですか。割とこれ自分じゃ多分買わないけどもらったら嬉しい。そうそう、なんか意外と、うん、買わないですよね、バッテリー。買わないけど、こんなのあるんだ、知らなかった。へえ。あ、バレンシアガのこれとかいいですね。あ、これ良くないですか、バレンシアガ。おお、これは嬉しいやつだ。サイクルロゴプリントスナッププレスレット。あ、バレンシアガのいいな、これ。俺プレシアかな。お、もう決まった。尺な。ない。もうちょっと考えてください。確かにそうですね。がサリバンのネックレスとか。これで一時すごい流行ってましたよ。あ、確かに。僕もつけてました、これ。あ、本当ですか。めっちゃ今はない。もう今ないですね。古着屋感が一番あるブランド古着だと思うんで、多分この店は。確かに。確かに。確かに。寒い。今日めっちゃ寒いですよ。今日めっちゃ寒い。うん、雨もね、ポツポツ来てる。ポツポツ来てる。たまたま開いた出会いかとかでしたね。コートとか。え、これ、ちょっと個人的に欲しい。あ、本当ですか。ブルメジーンですか。そうそうそう。へえ、いいっすよね。シャツ。どうだ、チェックシャツとか、りょうさん結構ちょっと着てるイメージありますよね、割と。チェックシャツで好きですよ。ベッドフォードのコートですね。ああ。まあ、普通に着やすそうな。なんかサルバムとのコラボのやつかなと思っちゃいました、イメージ。ありましたよね。ありました、ありました。ベッドフォード分かりやすいですよね。分かりやすいっす。なんか、よく切りっぱなしてるイメージが僕の中では。確かに、オーバーニーズのシャツも。ニュースとか、皆さん着るか、まあ、着るか、じゃあ。うん、好きっす、僕は。着てますね。ドメインの中で一番着るのはやっぱアンユーズとかなんですか。ああ、でもアンユーズとサンシー。あ、サンシー多いっすね。サンシーのイメージ多いっすね。あとウールとか。ああ。これ、今季のやつですからね。確かに。あるんですね、もう。うん、早いっすね、みんな。もう全然着てないから、全然わかんないわ。これ良くないですか、ハトラの。オーバーサイズカットソーみたいな。あ、お、いい。ウールですし。あ、ウールなんだ。うん、あったかい。これしかもめっちゃ似合いそうですね。レイヤードとかでね、使えそう。そうそうそう。
か好きですね、こういうの。そうですね、そうですね。お店が多いですね、割とね。多い。クードスとかありますよね。あるじゃないですか。クードスとか。いいですね。うん、アントワープの人ですよね。うん、クレイグとか着ないんですか？え？クレイグブルーとか。あ、着ないですね。なんかこのレースが多いんですよ、紐が。うん、でなんかあのモンクレーとコラボしてるんで、よくモンクレーのアヤマの店舗で。あれやってたんですよ、ポップアップみたいな、デザイナー本人が来て、それ行ってきたんですけど、これ面白いデザインですね、かわいいでしょ、うん、なんかお手頃じゃないですか、意外と。そうなんですよ ね、おすすめしやすいブランドですね、正直これいいじゃないですか、着てそうそう、着てそうそう、めちゃめちゃ着てそう、寒いから中買ってたらどうですか。あ、なんか今着てきますか、パーカーの上にどうぞ、パーカーの上に一応メガネとかもありますよ、このままだったら。あ、メガネいいかもしれない。ネックウォーマーとかですね、新品だったですね。ああ行ってないですか。いい流行ってましたね。流行ってましたね。確かにこういう小物とかもいいかもしれないですね。なんか男女使えるのがいいんじゃないかなって感じしますけどね。確かに。他のとこ見てみます。見てみますか。見てみましょう。違うとこ行ってみます。よし、じゃあ、はい、行ってみましょうか。うん、まあ、中取れないと思うんですけど、サーブルってさ、また古着なんですけど、なんかエルメスとかシャネルとかの古着みたいなのがあるところがあって、知らない、それはそこをね、ぜひ、うん、のどかだな、人は全然いない、フレッシュだね、見てこようと思います。はい、行きましょう。うん、川口さん良かったですね。うん、いや、すごいレディースのメガメイン、なんかレディースのメガメインなんですけど、うん、メンズも結構使えるのあって、ちょっとね、いい感じです。はい、はい、じゃあね、菊信の近くにね来ました。ここはいつでも感性でいいですね。うん、いいですね。でも感性って素晴らしいですよね。感性、2019年の今は僕感性で生きていこうかな。感性いいですね。いいね、感性、うん、ちょっと聞いてみるか。じゃあ待ってくださいね。待ってる、僕ここで待ってる、りょうさんで繋いでください。うん顔アップで今僕、菊の部行くの1年ぶりぐらいです。あんま行かないんですよね。あ、交渉してますよ。多分これカットしますから。使わない、使わないかも。大石くんコーナー作りますか。大丈夫ですか。聞くの聞きますか。たまに、うん、あのイエスタデイズトモローがちょっと好きで、あんま置いてるとこなんか、こことか、まあ、ベンダーとか、そうっすね、うん、意外なとこ来ますね。意外なとこ。もっとモードなブランド来てるかと思ってます。あ、そうですね。最近そういうのも買う。確かにコンブレ着てる。そうですね。なんか自分のイメージ違ったから。そうなんですよ。なかなか帰ってこないですね。なんかそんな中で盛り上がっちゃってますね。やっぱりね、ちょっとこんなに急だと、はい、ダメだと思うじゃないですか。はい、大丈夫だよ、ね。あ、行きましょう。行きましょう。結構、しかも僕もちょっとさらっと見たったんですけど、プレゼントにちょうどいいものを見つけてしまって。うわー、いいね。いいね。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。僕のチャンネル3回目でもいい。よろしくお願いします。プレゼントにあげたいものを、大会まで買い物しながら探してて。はい。これが、めっちゃ良くないですか。いい。これ、靴下いいじゃないですか。ソックス、大阪のスケーターの方がやってます。今シーズンからオリジナル の、 あの袋がついて、めっちゃ可愛いです。おいいですね。おすすめです、プレゼントに。はい、ジップロックとしては結構そうなんですよ。よかったら出してみてみてください。ありがとうございます。はい、靴下ってめっちゃプレゼント良くないですか。あ、いい、なんか絶対使う。うん、絶対使う。これ好き、そのラインのソックス。かなりこれ悪い気しないでしょもらって悪い気しないでしょもらって。確かに安色でも
確かに何食でももらったらしい。これは行きましょう。これはこれは行きましょう。僕行きましょう、うん、これね、2つずつ選びますよ。2つずつ選びます。でもこれ中色は切り替わってるんですね。そうなんですよ。ブラックとネイビーで、はい。ブラックネイビー。これもうこの刺繍がちょうどくるぶしにくるような。あ、なるほどね。ちょっとね、こだわりポイント。こだわりポイントなんですね。とこれあのウィムジーが作ったオリジナルキャラクターでキャッシーっていう。キャッシー。キャッシー。キャッシーはあのファーストシーズンから言う。キャッシーファーストシーズンから。でたまに再販したりする。あ、なるほど。定番キャラになる。キャッシーが一番人気なんですね。白がいい。あ、白キャッシー。じゃあ白キャッシーとこれ。ここはこの切り替えのやつ。この2色でいきますわ。そうですね。これで。うん。早っ。とりあえずこれは。これはね、これはちょっと置いといてもらっていいですか。すいません。これもすいません。はい。すいません。ちょっと他見ていきますか。他見ましょう。はい、全然。すいません。見ててください。小物は結構あるんですよ。っていう。ね、ある。ADSR。ADSR。このせいで。なんか立ち上がったの、最近立ち上がったみたいな19レースですかね、うん、これ何ですかね。シューレース、なん違うな、シューレースにしっぽいです。これって何ですか。こちら、あのロープベルトなんですよ。あ、ベルトなんですね、はい、あの SS のルックでも結構これにしようかな。腰に巻いたりとか、首から下げたりとかあしてましたね。ウエストに来て、このいいですよね。うん、ルーさん似合いそうとしますよ。僕これにしますよ。早いな。すごいな。ちょっと在庫見てきます。ありがとうございます。黒があれば。黒で。はい。はい、え、黒でいいっすよね。黒でいいですよね。まあ使いやすそうですよね。まあいいんですか。ベルトでもいけるしね。うん、素晴らしい。さん使っていただけたら。いいっすね。黒ですか。うん。あれいいっすけどね、確かに。こっちもいい。そうなんですよ。なんか、うんうんうん、こういう。まあ腰からね、まあ、ね、キーリングみたいな、キーリング的なね、的なね、なんかカラビナとかもいっぱいついてる。本当だ。使いやすそうですね、これも。それもかなりおすすめですね。あの SS、AW で1回入荷したんですけども、はいはい、あれですね、人気だったら再入荷しました。人気なやつだ、これは。めっちゃつけてます、ね。あ、本当だ。本当だ。めちゃ。こっちにしようかな、じゃあ亮さんあれだったら。お、良くないかな。いい。ちょうどいい。ちょうどいい。ちょっとじゃあこれもこちらでいいですか。すいません。はい、じゃあ僕このキーチェーン、キーリング、カラビナ、スキー、ジェイダンさんがいきます、ね。ここ。スイングトップの形でナイロン生地みたいな。しかもなんかこのアテンションがいいですね。リフレクターのスイッチ。確かに。着やすそうですね。ね、着やすそうですね。着やすそうですけど。エンブロイダリング。これルックで見ました。ボンティーみたいな感じですかね。違うんですよ。でかい。あ、本当に大きい。結構。うん、下手すごいな。バンドカラーですかね。めちゃめちゃ大きいバンドカラーです。しかもピンク、ブルーバスとか、ね、このジエダのウエット、これキクノブ限定カラーです。へ、なるほど。ブラウン、ちょっとベスト着せちゃうんですけど、脱がしちゃう。パトルメイクですね。なんかあんまり今までジエダはジエダって書いたのあんまり出してなかったんですけど、ね、はい、ちょっとロゴもの人気ですね。あ、ちっちゃくジエダタイプです。あ、まあ裏にも大きくジエダ。ブラウンとネイビーが、そうですね。レッチュから。レッチュからと。のすごい。これすごくないですか。これリバーシブルなんですよ。え？こっから下だけ。あ、なので。なるほど、すげえ賢い。いや、これマジで、これマジで画期的です。発想がやばい。へえ、なるほどね。あ、片方だけひっくり返したってことなんですね、これ。そうなんですよ、片方だけひっくり返してたんですよ、さっきは。はい、両方ひっくり返してもいけますし、
これ、ルックでもかなり目立ってましたね。これはすごい天才じゃないですか。天才っすよ。これだって 4way ぐらいありますよ、多分。そうなんですよ、片方、そうそう、片方ずつとか両方を変える。面白い、これかっこいいっすよ。かっこいいっすね、かっこいい。しかもなんかかっこいいし、わーってなりますね。なるほどねってめっちゃなります。これは気分で変えれますね。そうですね、すごい。変えましょう、変えましょうか。はい、ちょっとあの、僕はウォールチェーンとソックス2つを買います、はい、僕はソックス2つとこのロッペとロッペと、はい、ロッペと買います。はい、ちょっとね、見ていきましょうか。買ってきます、買ってきます。はい、買いました。こんな可愛い妄想までしていただいて、僕のウォールチェーンの方とか、うん、のベルトの方とか、ね、そうですね、うん、そうしたらね、パターンで二つ、ぜひぜひ。なんか、二人で言ってたんですか、サンタクロースか。サンタクロースか、すごい。ヒゲが白かったら、僕は完全にサンタクロースする。間違いない。すいません。完全に。じゃあ、買わせていただいたんでね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。また、お願いします。はい、ま, すまた次のところ、ちょっと行きましょうか。行きましょう。行きます。結構、雨が降ってきました。雨がね、雨が降ってきました。意外とね、強めのが降ってきそうな感じですけど、そしてすごく寒いんです。そうなんです、うん、寒すぎてちょっとずつ喋んなくなっちゃいますよね。口開けるの辛い。口開けるのそんなしんどくないですか。寒い、ちょっとルート行ってみたいんですよ。あ、ここは確かに気になりますね。そうそう、頑張ってくるとさ、ちょっと行ってきます。行ってきます。はい。はいはい、さっきのね、ルートさんでも2つ飛んでたから、忘れてきました、はい、2つね、1つずつ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 ね、あの、買ったものがあるんで、あるんで、色違いで買ったので、ね、買ったので、ぜひぜひ買わせていただいたんで、うん、これもね、便利そうですね。これも便利そうなやつなんで、うん、まあ、何買ったかっていうのと、あと応募方法に関しては、またね、別の動画概要欄にリンク貼ってますので、はい、はい、概要欄に絶対そのリンクが貼ってありますので、応募方法の動画は、まあ、それも、ね、コラボ動画になるんですけど、はい、一応コラボというか応募方法の動画で、はい、2人撮ったので、はい、そちらもぜひぜひ、見てみてください、はい、そちらからご応募の方お願いいたします。お願いします。概要欄の方も貼っておきますので、概要欄に貼ってあるんで、何回も言いますよ、概要欄に、概要欄です。何買ったかっていうのと、応募方法はそっちで見れるようにしておきますので、ぜひそっちから見て応募してください。それではね、はい、この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録をね、はい、りょうさんのと、ね、ぜひ僕の方よければりょうさんのもください、はい、はい、ぜひお願いします。じゃあね、応募方法のこの動画、次の動画でお会いいたしましょう、はい、失礼しま す, 失礼します。どうも、中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。